それでそれで、今日はどうしたの？はあ、ありがとう！嬉しいな。私の誕生日覚えててくれたんだね。ちょっとびっくりかも。こっちの世界に来て、いろんなものを見れただけでも楽しいのに、まさか誕生日のお祝いまでしてもらえるなんて、なんだか幸せだな。ねえねえ、よかったらこの魔導書一緒に読まない？いつもはわがままはダメだよってグレアに言われちゃうけど、でも今日くらいはいいよね。だってあなたと一緒にいたい気分なんだもん。若い女性ばかり、珍しい。